ミスユニバースジャパンとは、1998年に始まった新たなミスユニバース日本大会及びその優勝者の名称である。優勝者は日本代表としてミスユニバース世界大会に出場する。2011年度日本大会の会場、東京ドームシティホール2012年度日本大会の会場、大阪府立国際会議場2013年度日本大会の 会場、東京国際フォーラム2019年度日本大会の会場、山のホールが入るマイタワーミスユニバース世界大会の国別予選であるミスユニバース日本大会自体は第1回世界大会の開催に伴って1952年の第1回からほぼ毎年行われており、1971年から1995年までは、 当時運営権及び放送権を有していた大阪の朝日放送によって開催されていた。その後はスポンサー不在のため2年間にわたって日本大会が休止されたが1998年にフランス人のイネス・リグロンをナショナルディレクターとするミス・ユニバース・ジャパンとして新たに復活した。2004年から栄養コンサルタントに オーストラリア人のエリカ・アンギャルが起用され、日本大会ファイナリストに栄養指導を行った。特に、この時代の中期から、後期には、世界大会で優勝した2007年の森道夫を筆頭に、2003年の宮崎慶、2006年の千葉が、クララ、そして後に、日本大会のナショナルディレクターとなる2008年の三間ひろこら、世界大会トップ15以上の上位。 優勝争いに絡む日本代表を多く輩出し、自身も2007年の世界大会でベストナショナルディレクターとして表彰された。その後、リグロンは2011年大会をもって退任するまで14大会にわたってナショナルディレクターを務め、また、その退任後も2012年大会までは Ibg ジャパンが運営ライセンス系を保持し、大会を運営した。 2013年大会から2017年大会まで、株式会社 HDR が、ミスユニバースジャパンの運営ライセンス権を保持し、大会を運営していた。2013年この時代、一部を除く各都道府県ごとに、地方大会が開催され、この年から、ほぼ全県で代表が選出されるようになった。各地方大会の代表者が、 ミスユニバースジャパン本大会に進出し、原則として本大会優勝者が同年に行われるミスユニバース世界大会に日本代表として出場していた。この時代はリグロンの時代と異なり世界大会での上位に進出する日本代表を排出したのは2015年の宮本エリアナが世界10位になった1回のみであった。HDR は 2018年から後日の株式会社マイグループが運営ライセンス権を取得したことに伴い、本来なら2017年大会を最後にミスユニバースジャパンの運営に関与できなくなったが、すでに地方大会が動き出していたことなど諸事情を理由にマイグループと共催する形で運営に関与。その後は2019年からミスジャパンという独自の大会を創始して開催している。 2018年からマイグループがミスユニバースジャパンの運営ライセンス権を取得し、同社代表を務める三間博子が日本人女性として初となるナショナルディレクターに就任した。前日の通り、諸事情により2018年大会については HDR と共催したが、2019年大会から本来の形として単独での開催を実現した。地方大会。 都道府県代表の廃止前年までとの大きな変化として、都道府県ごとの地方大会及び都道府県代表を廃止し、各都道府県代表イコール日本大会ファイナリストという枠組みも消滅した。それに伴い、前年まで開催されていた各都道府県ごとの地方大会のうちの一部がベストオブミスという大会名での開催に移行し、 一つの大会の中を同時に選出することになった。これら32府県から選出されたセミファイナリスト32名と別に、ミスユニバースジャパン事務局が独自に募集した中から、選出されたセミファイナリストと合わせ、計41名のセミファイナリストが2019年、ミスユニバースジャパン日本大会に出場し、その日本大会の中で、 1> 同1日にセミファイナルファイナルが実施され、日本代表としてのミスユニバースジャパンが選出された。2019年現在の応募資格は以下の通り、身長、学歴、職業、出身地、居住地といった条件はない。年齢18歳以上未婚者日本国籍を有すること大会での選考審査では、世界大会と同じく単なる外見の美しさだけではなく、 知性、感性、人間性、誠実さ、自信などの内面も重視される。社会に積極的に貢献したいという社会性が求められる。日本代表からはこれまで森道洋が世界大会で優勝している。復活前のミスユニバース日本大会の時代に世界一になった小島明子を含めれば二人である。 優勝者や入賞者を含むミスユニバースジャパンの参加者には、その後女優、モデル、タレントなどとして芸能界で活躍する者も,も多い。2008年には本大会までを密着したドキュメント番組が、富士テレビと世界大会までを密着したドキュメント番組が NHK で放送された。2012年6月2日にも、富士テレビと関西テレビで放送。 2013年3月23日には BS 朝日で放送。2019年には本大会までを密着したドキュメントが TBS、ビビットにて複数回放送された。日本大会はミスユニバース世界大会の初開催に合わせて1952年に始まった。優勝者は日本代表となってミスジャパンとして世界大会に出場した。 日本代表は1950年代、合計3人が上位入賞するという結果を残し、1953年の第2回大会で伊藤絹子が第3位の評価を受けたほか、1959年には小島明子が日本人、アジア人として初のミスユニバースの栄冠に輝いた。当時は有色人種初のミスユニバースとも言われた。日本大会は、 世界大会の日本予選として、ほぼ毎年行われ、1971年から1995年までは、朝日放送が運営権を有していたに得て、日本大会と世界大会の放送を始めており、1971年には運営権も国際新善友好協会から譲り受けたが、1970年に上位入賞した島田淳を最後に、 1980年代の上位入賞は、1988年に総合第4位を獲得した坂口光穂ただ一人となった。それ以降も日本大会は盛り上がりを書き、1990年代にかけて日本代表の上位入賞は、皆無、1995年にミスジャパンとなった佐柄木成美を最後に日本代表の世界大会出場は中断した。 1986年に日本代表となった南ン王公の頃から1995年の日本代表となった佐伯木成美までの代表選出は世界大会の前年である。主催者だった朝日放送の制作により宝田明の司会で全国放送されていた。宝田の司会は1973年から1991年まで続いたが、 1959年の司会は、トにー国。1972年の司会は、三橋達也であった。超年展時代は、TBS 系列にて放送され、超年展解消後は、テレビ朝日系列に移行した。なお、1975年は、超年展解消直前の3月23日に、実施し、TBS 系列で、全国同時ネットされた最後の ABC 制作の生、 放送番組となった。1976年以降は主に水曜スペシャルなど ABC の単発特別番組枠で放送されていた。1993年の代表を選んだ1992年12月の大会と1994年の代表を選んだ1993年12月の大会では俳優の石田純一が司会を務めた。 1995年の代表を選んだ1994年12月の放送では、スタジオと会場の二元性放送が行われ、スタジオ司会を、坂東英治と、島田信介、進行役を朝日放送アナウンサーの岡本昇が、務め、内容も、吉本興業の芸人が多く出演し、バラエティ色を強めたが、ミスユニバース、日本事務局との放送券契約の終了に伴い、 1995年5月の世界大会をもって朝日放送制作の中継が終了した。アメリカ合衆国占領下の沖縄では、1956年に琉球代表吉田和子が日本大会に特別参加したほか、1963年からの6年間、独自の沖縄代表を選出、ミス沖縄として世界大会に出場していた。 しかしながら、歴史上、沖縄代表の入賞はなかった。2011ミスユニバース、日本代表に、神山マリアさん。マイナビニュース。http コロンスラッシュスラッシュニュース .mynavi.jp スラッシュニューススラッシュ2011スラッシュ06スラッシュ18スラッシュ008スラッシュ2014年12月4日閲覧。宮城県出身の原あや子さん。 2012ミスユニバース、ジャパン日本代表に、東京ウォーカー。http コロンスラッシュスラッシュニュース .walkerpls.com ス,スラッシュアーティクルスラッシュ29280スラッシュ2014年12月4日閲覧。セクシービキニで、ビボディ披露。2013ミスユニバース、日本大会。モデルプレス。2014年12月4日閲覧。 2019ベストオブミス千葉 FAQ ベストオブミス千葉県大会事務局2019年8月28日閲覧イネスリグロン世界一のピッチョの作り方朝日放送の50年 iPhone 誌 P146P150 ミスユニバース日本代表になった南波中江さん朝日新聞1986年11月3日3面一コーナー目指すは 世界一笑顔と涙の、チュ中部日本新聞1959年6月13日7面、日本代表に、前田さんミスユニバース、中日新聞1972年3月25日社会面1975年、ミスユニバース日本代表選出大会、毎日新聞1975年3月23日テレビ欄、TBS15 時15時55分、 朝日放送。朝日放送の50年。三資料集。渋沢写真データベース。2016年5月8日へ図覧。美女日本代表2人決まる。中日新聞1989年10月13日30面。ミスフラワークイーン決まる。朝日新聞1990年4月15日30面。1人目は、第8回世界大会に出場した、小島明子。 2016ミスユニバース日本代表は、現役主学生憧れは、オードリー・ヘップバーン。オーコンスタイル、オリコン。http://www.oricon.co.jp:/news:/2067763/ フル /2016 20年3月2日閲覧 ?2016 ミスユニバース。 日本大会に挑んだ46人。朝日新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www. 朝 as 日 .com スラッシュ &m ギャラリー2016303ミススーナバース2016年6月18日閲覧2016ミスユニバースジャパンパートに日本代表は中澤サリ WWS チャンネル2016年3月4日 ミスユニバース、日本代表に、安倍桃子さん父、安倍雄二レポーター、夢が実現。デイリースポーツ。https コロンスラッシュスラッシュヘッドラインズ .yahoo.co.jp スラッシュ hl <la> A イコール2017万705から0 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 2017ミスユニバースジャパン日本代表は、安倍雄二レポーターマナ娘、安倍桃子が受賞。選ばれて、すっきり。全衣装完全版 WWS チャンネル2017年7月18日、安倍桃子さんミスユニバース世界大会で、ナショナルコスチューム賞に輝く。スパニッキーアネックス、http www. スパニッキー COJP。 エンターテインメント、ニュース、2017、11、27、記事、2017万 1127S00041000232000、CHTML2017 年11月27日、閲覧。AB、ミスユニバース、日本代表に、三重県代表のタレント加藤あすみさん。満タンウェブ。https、満タンウェブ .jp。 アーティクル、2018万319ドック00メートル2億4万 8000CHTML2018 年3月19日、閲覧。2018ミスユニバースジャパン日本代表は、加藤優海が受賞写真20枚、WWS チャンネル、2018年3月24日、現役大学生、カモアコさんが、ミスユニバース、日本代表23キロ減量で、 自分の強さにつながった、2019ミスユニバース、ジャパンファイナルニューエラ、https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ、v="L6VQD7RK2019 年8月30日、閲覧。カモアコさんがグランプリミスユニバースジャパン芸能、日刊スポーツ。NIKKANSPOORTS.com。 2019年8月30日閲覧。ミス代表に、三好さん、朝日新聞1989年10月13日社会面、日本代表は、大学2年91ミスユニバース、中日新聞1990年10月12日30面、桑本美鈴ミスズ、デジタル TV ネット、エンターテインメントサイトニオテビのオープンイベントを開催、a s c i j p 角川、http コロンスラッシュスラッシュアスキー .jp スラッシュ elem スラッシュ000スラッシュ317スラッシュ317596スラッシュ2016年5月1日閲覧。ミスユニバースジャパン2020セミファイナリスト2021年2月17日閲覧。新体操、サイード横田ひとしなさんゴリーン発、美のゴリエ。日刊スポーツ。 h t t p s w w w n i k k a n s p o r t s c o m o l i m p i c c o l u m n e d i t i o n n e w s 2 0 2<ヴィー>1 0 2 1 0 0 0 2 7 n h t m l 2 0 2 1年2月17日閲覧妹は、AKB 研究生、サイード横田ひと品が代表メンバー入り、 スポーツ日本。h t t p w w w s p o n i c h i c o j p o l y m p i c n e w s 2 0 1 <respondents>? <rain>. 2 0 6 3 0 k i j i k 2 0 1 2 0 6 3 0 0 0 0 3 5 7 4 9 7 1 h t m l 2 0 2 1年3月3日閲覧。 週刊産経1 9 5 9年7月、臨時増刊号ミスユニバースワールド日の祭典70ページ、AB、歴代ミスユニバースジャパンまとめ。沖縄タイムス。 https://www.kinwetimes.co.jp:/articles/.4521382020、ok、a 年4月15日閲覧。ありがとうございます。